皆さんこんばんは、タチコです。今日のニュースは、韓国国内企業がアメリカ製の半導体を中国へ密輸していたことが判明しましたので、それについてね、見ていこうと思います。記事がこちらで、韓国から中国へ15億円相当のアメリカ製チップが密輸されていたことが判明ということで、現地の税関当局によると、国内のとある貿易会社が半導体の集積回路を国内使用目的でアメリカから輸入した後、中国に密輸していたとのこと。調査の結果、この会社を通じて139億ウォン、約15億円相当、9万6000個の半導体が密輸されていたことが明らかになりました。さらにこのうち5万3000個が韓国政府の指定する戦略品目に分類されている部品だったことも判明。2020年に政府が指定した戦略品目は、大量破壊兵器の製造に使用される可能性があるとして、政府の許可なく輸出入することを制限されています。当局は貿易会社の幹部を国外貿易法、関税法、犯罪収益隠匿法規制違反の容疑で逮捕、起訴し、ソウル中央地検に送致したと発表しました。はい、また韓国から中国に半導体が流れましたね。ほんと日本のね、ホワイト国元氏は一体何だったんでしょうか。経済産業省は去年の4月下旬に軍事転用可能な物資や技術に対する韓国の輸出管理についてこういうふうに評価しています。厳格な検証の結果、日本と同水準の実効性を確認したと判断。いやいや、どこがですかっていうね。結局横流しは継続しているので、日本としてもホワイト国から再び除外するということを検討するべきでしょう。また西村前経産省も、今後とも韓国を含め同盟国、有志国と連携しつつ、厳格な輸出管理を通じて国際的な平和と安全の維持に貢献していきたいと述べているんですけど、まあ、結局韓国から再び大量破壊兵器の製造に使用される可能性がある戦略品目が5万3000個、5万3000個も密輸されていて、これ全くもって国際的な平和と安全の維持に貢献できていないのが現実です。まあ普通に考えたら、この時点で日本は再び韓国をホワイト国から除外するっていうのが妥当だと思います。まあ日本の安全保障に直結しますからね。まあ一部界隈では、これはアメリカと韓国の問題で、日本の半導体素材が横流しされたわけじゃないとか、まあ言ってる人もいますけど、これ米韓で起きてることは日韓でも起きると、まあ考えるのが普通ですし、まあ起きる前提で考えないと、もうそもそも防げません。なので日本が輸出を緩和した半導体素材も、当然密輸されている可能性が高いとみて、まあ調査をするべきでしょう。通常、アメリカに本社を置くメーカーが製造した半導体は、韓国の正規代理店を通じてのみ国内供給されており、流通管理には代理店の証明書と再輸出禁止誓約書が必要です。そのため、今回起訴された会社のような第三者が半導体を手にすることは不可能なはずでした。調べによると、問題の会社はこうした規制を回避するため、国内の通信機器開発会社に韓国の正規代理店を通じて、必要以上の IC チップを輸入させ、余剰分を密かに手に入れていたとのこと。その IC チップを少量ずつ再包装し、サンプル品と偽って担当省庁の輸出許可を得ずに中国に出荷していたそうです。はいはい、出ましたね。これは日本が輸出規制した時に行われていたやり方と全く一緒です。2019年のあの時、日本側は韓国に対して、韓国国内で製造で使ってる以上に輸入してますけど、これどこ行ったんですかと、まあ、問い合わせて回答を求めたんですね。それに対して全く回答することなく韓国は無視しました。日本としては韓国国内で100件を超える摘発件数があることも踏まえて、管理体制が不十分と判断しホワイト国から外したというのが経緯なんですが、まあ、今回のこの密輸もやり方が全く変わってないですよね。あらかじめ多く輸入して余剰分を横流ししているわけなので、まあ、韓国の輸出管理が全く変わっていなかったということが証明されたんじゃないでしょうか。アメリカは国内半導体企業に中国への輸出制限をかけており、韓国政府も独自に中国への輸出を制限しています。当局によると今回の事例は、韓国が外国製半導体を中国に輸出するための経由地として使用されていることが確認された最初の事例であるとのことです。ということですね。もう韓国側にはこの貿易会社と代表をしっかり公表して、徹底的な捜査と摘発をやってもらわないといけませんね。まあ、今回密輸された半導体は軍事転用が可能であり、これはまだ確定した事実ではないんですけど、一部報道では、高性能半導体の可能性があるとも指摘されているので、まあ、これはね、かなりの問題ですよ。まあ、韓国は輸出管理体制だけでなく、産業技術の海外流出事件も問題で、韓国国家情報院は昨年8月、2017年から2022年2月の間だけで、産業技術の海外流出事件が99件発生し、その3分の2が中国に流出したと発表しており、まあ、全体99件の3分の1にあたる34件が国家安全保障と国民経済に重大な影響を及ぼす国家革新技術の事件だったと発言しています。まあ、これは日本も言えた立場でない部分もありますが、技術輸出管理ともに中国に対してザルということです。
日本は日韓関係改善をアピールするために、韓国をホワイト国に戻し、レーダー照射などその他の問題を全て棚上げして大丈夫、問題ないって妄信してしまっているので、ここでね、もう一度考え直すべきでしょう。また政府は日本国内にサムスンの半導体拠点を作るのに200億円支援するようですけど、業界1位の TSMC があるのに、わざわざサムスンの工場を作るあたり、これも日韓関係改善の一環に見えて仕方ないです。良くも悪くも今回横流しが発覚したわけなので、日本としてもね、独自に対応すべきだと思います。はい、ということでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。